平畑善助から1972年は、福岡県出身の将棋の真剣士、第5回山名人。真剣士時代の花村元次のライバルであり、大田学や三崎岩尾もその実力を認めていた。特に、花村は平畑を、歴代山名人最強者は、平畑善助と称えていた。千尋常小学校を卒業した13歳の時から、 約20年間船員として過ごす傍ら、真剣に勤しんでいたものの、1943年に一年発起し、船員を辞めて真剣士に転身。九州の天マ競合のみならず、九州出身のプロ騎士をも倒し、中国地方、四国地方と渡り、真剣の競合としてその名を馳せていた。万を持たして大阪へ渡り、真剣士時代の花村元治と当初は、 反抗で刺していたが、高ちではまるで歯が立たなかった。その後、対局相手が、花村元次であると判明すると、平手で真剣を戦うこととなった。花村との真剣はまさに死闘と呼べるものであったが、結果としては花村が二番勝ち越し、花村の勝利に終わった。しかしながら、花村も、平畑の強さを認め、後に、史上最強の天名人と平畑を称している。 その後の平畑は真剣士としても道を歩みつつ、家庭を持つこととなるが、天名人等のタイトルにはこだわりを見せない時期が長らく続いていた。天名人戦等の全国大会そのものは早々に敗退し、余った時間で全国の競合との真剣を楽しんでいたようである。なお、当然ながら地区予選では無類の強さを発揮していた。ところが、 第5回山名人の予選の数日前に子供から一度日本一になってよと言われたことをきっかけに平畑は本気で天名人を目指す。平畑は見事に第5回山名人となったが雑誌のインタビューでは更新の指導に専念すると引退を宣言し周囲を驚かせた。なお、その際に九州の有望な若手として加藤ひふみを挙げていた。その後は 穏やかな晩年を過ごしたようである。宮崎国を、新山将棋日本一になる方、株式会社木本書店、ありがとうございます。